呂峠は、福井県南越前町の今城集落と養集落を分ける峠であり、古代から北陸道が通る交通の要衝であった。原平の合戦、南北朝時代の戦い、一交一揆など、幾度も戦乱の舞台となった。また、かつては放送よけにご利益のある、孫着信仰でも有名であり、松尾場省の奥の細道でも取り上げられている、文化庁の 歴史の道百選にも選定されている。湯尾峠は、鍋倉山の尾根から東に突き出した三ヶ所山によって、日野川が大きく蛇行した地形を最短で往来するための峠道として、古くから利用されており、北陸道は、鶴ヶ新墓木の目峠マイナスに津屋今城、湯尾峠から、砂派府中を通っていた。歴史上も、非常に重要な峠であり、1183年の、 北陸における原兵の戦いで、源義仲は、岩峠に陣を置き、藤倉さんの麓に、ひきりが城を構え、日野川をせき止めて、水豪落とし、兵士軍の攻撃を防いだと言われる。また、南北朝時代の1336年、南朝方の蕎山城主のウ竜保ウと足利軍の、講子隊との戦の舞台となった。また、 戦国時代の1578年には北の省城主の柴田勝家が湯尾峠を大改修し現状の姿になったという。さらに1878年の明治天皇の北陸巡行の際湯尾峠で休憩され、それを記念した石碑が建てられている。今城集落側からは鍋倉山の登山口を過ぎ JR 北陸本線を右手に見ながら進んでいくと、 湯尾峠の案内板がある。津面折りに登っていくと、説明板、あずまや、場所区比がある峠に着く。湯尾集落側からは、現在は車道である旧北陸線トンネル手前を、右折し、突き当たりを右折すると、峠までの案内板がある。途中、千頭池への標識があり、津面折りに上がると、明治天皇御前晴水跡とを過ぎ、石組が見えるとほどなく、峠に着く。 江戸期には、洋峠に四軒の茶屋があり、孫着子と書かれた放送余計のお札を売っていた。この、孫着子信仰は、伊原西閣の男色代表、近松門左衛門の形成半言講、実編者十九の洋峠孫着子といった作品に登場し、全国的に有名であった。当時の信仰を物語るお札の版木などの品々が、洋峠孫着子品一式として、 福井県の文化財指定を受けている。孫着子については、以下のようにいくつか伝説がある。701年のこと、縁のオズヌが峠茶屋に宿泊した時、そこに住む老夫婦が、この、ない寂しさを訴え、女意林、観音の五夫を授かった。やがて身寄りのない安倍倉という名の美しい娘が、現れ、老夫婦を手伝うようになった。その年の冬、 大雪で超刀流となった青年と、娘は結ばれ、男子が生まれ、この子は、孫着子と呼ばれた。青年は、孔明童子という神の化身であり、娘と子供を置いて立ち去った。年月が経ち、老夫婦、娘とも亡くなった後、孤児となった孫着子は、峠茶屋を引き続き営んでいたが、三十二歳の春に、藤倉さん、鍋倉さんの森に姿を消した。王子は、 孔明清寺を本寺として、孫着師案などの七道画欄があったという。別の伝説として、719年、孫着子は17歳の時、奈良の東大寺で修行後、藤倉山に帰り、父の孔明同時の形見であった、女遺林、観音像を祀った御堂を建て、多くの旅人たちの病を治したともいう。茶屋の名称は、はじめ茶屋、おもや、猿屋、東茶屋であった。 お札の値段は1 2銭であった。ありがとうございます。